はニュースクラの知念と林と番組と下連と川辺です。おはようございます。で今日は何するんですか？急に呼ばれて。今日の企画は誰も知らない。誰も知らない。本日の企画はですね、はい、いや本願願ビートボックス天音ゲー。これ聞こえた今、聞こえた振動しか聞こえてません。いや本願願ビートボックス天音ゲー。イヤホンガンガンビートボックス伝言ゲームということをやっていきます、うん、曲の内容はですね、まず皆さんが知っている伝言ゲームありますね、あれをビートボックスでやります。なるほど、あ、はい、分かりやすい。サメカニさんですね、ビートボックスをやってる人以外みんなイヤホンをします。ビートボックスが聞こえない状態にして口の動きだけで何やってるかっていうのを当てていく感じですね。でそれを伝言していく感じでございます。順番はじゃんけんで決めようと思います。バンバン、はい、かわいい。おー、分かりづら。おー、あー、まだ僕が勝ったんで、僕からこの順番にやっていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。ブン！ラウンドワン！それじゃあ僕から始めていきたいと思います。オッケー。オッケー。多分オッケー、多分オッケー。めっちゃ恥ずかしい。はい、OK です。じゃあ答え合わせしてみようか。はい、これ多分完璧ですよ。最後のさ、ドキドビシってあれ入ったか。ちなみに正解は、正解はでした。あ、じゃあ、あれ俺どうやって打ったっけ。え、俺合ってるよね。いやでも知念はってやってた。あー、そっか、細かい。厳しいな。癖が出たわ。じゃあ俺の意外とわかるな。意外とわかる。でもわかる。いや今のところじゃない。いやまあまあ一回戦はこんな感じでございましたね。じゃあ次の最初のやつ決める。いやそこあ負けた今。5番でラウンドルはい、はい、いいよ。なんだなんだなんだ。もう一回、もう一回。待って、絶対違うよなこれ。めちゃめちゃむずいこれ。こんな複雑なことはしないけど、まあとりあえずマジで。正解お願いします。正解。
全然ちゃう。全然ちゃう。これは無理。ベースしてた。どこでしてた？カーブ。どうやった？エボヤ。あ、違う。まず、カーブの時点で一回のどめが消えた。リブベの位置がどんどんずれてって。早すぎやろ。俺から絞れんのところでスネアが消えたから。いや、そうそうそう。え、もう一回やって。わかんねえ、確かにこれ。いや、待って、わからん。ニュアンスしかない。マジで。あの、バススネアむずいんだよ。バススネア。いや、そう。これはもう、しか見えない。じゃあ、対応していきましょう。何やったのかな。ベースマジでわかんねえんだよな。そうかな。待って、まだ負けてない。ハッピージャムジャム最高、踊ろうよ。誰も聞いちゃねえ。ハッシュ。ラウンド3いきます。全くわかんない。もう一回まあまあまあ、いきます。大丈夫か？ミスってるやん。笑い声が聞こえるな。これだ。オッケー。ほんで自分のビート忘れるわ、これマジ。いや、そうよね。忘れるんだよ。人の聞いたら忘れるな。オッケー。いくよ。はい。しもれんすぎるわ。嘘だ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 。全然違う。違う、俺違うやん。あの、棒2回やんないのよ。あ、2回だね。あとなんか、ほんでカメラこっちなのに全部右側から出してんだよ、俺。マジでミスった。順番が一緒。あとやってないのが。俺、せーんだけでさ、最初にジャンケンした方がいいか。ペットンパイン。最初はグー、ジャンケンパイン。はい、どうでしょう。じゃあ、俺が最初だね。俺、後半ピン。最初はグー、ジャンケンパイン。最初はグー、ジャンケンパイン。はい、シェイ、シェイ。で、流してる、これもう。どうしよう。これいいね。ラウンド4。うわ、やばい、マジでわからん。もう一回、もう一回、なんだろう。まずいか。いきます、いきます。あー、こんばんは。まあ、下連っぽいことか。いきます。
え、全くわかんない。じゃあカーブ。いきます。うん、はい。いくよ。みたいな。全員めちゃくちゃ違った。もう俺分かんなかったな。じゃあいくよ。ちゃんと聞いて。いきます。あ、最後勝ちた俺。じゃ最後トランペットやってた。でもこいつなんで、あの、音聞き取れないやつでトランペットやってんだろうっていう。この音で。じゃあ、最後、知念が最初で。俺が最初。知念以外じゃんけんする。じゃあ、行けんぽい。ぽい。じゃんけんぽい。ファイナルラウンド。ねえ。ファイナルラウンド。一人目。いきまーす。もう一回いこう。やばい、これオーディー入ってるぞ、これ。もう一回。ねえ、ま、どうですか。これもう一回。ちょっとむずい、むずい、これちょっとね、俺がダメだったな、これは。日本チャンピオンでもできない技があるということですね。あー、まあ、あの、さっきのとこだ。日本チャンピオンでもできない技があるということですね、皆さん。あ、まあ、ちょっと、もう一回。分かったと思うけどな。え、なんでそんなことするんだろう。なんでそんなことあるんだろう。いや、俺っぽいんだよ、ちょ、負けて。負け。あー、これだ、世界発表最初では。はい。はいはいはい、全然違います。違うね、全然違う。世界、はい、どうぞ。聞けよ。出来合いしまして違った。え、でもね、俺グライムなのは分かってて、グライムなのと OD が入ってるの分かったの。しもねはね、まあできてたのよ。なのでグライムじゃなくて、グライムじゃなくて、マジか。みんなできない技組み込んだらどうなるのかみたいな。いや、確かに。これむずいな。逆にさ、でもできない技でもさ、この口を鳴らしたりできてればさ、伝わるから。確かに。その成功例がないんだけど。いや、まあ確かにね。はい、ということで、全然成功しませんでした。めずすぎる。結論から言うとね。そうね。1回目でさ、ワンチャンいけるかなと思ったんだけど、もう遊びも含めてビートボックスゲームやるの初めてで。確かに、うん、ビートボックス初めてやったことない。それをこのイヤホンガンガンで初めてやるのがちょっと。確かに。ちょっとまだまだチームワーク足りないということで、あらね、ギスギスですし。かわいい。嘘つくな。ギスギスなんで。ばあちゃんちょっと引き手ぐらいギスギスなんで。よいしょ。というわけで、今日の動画がいいなと思った人はチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。どうも、ニュースクーラーでした。よいしょ。アドンボロンバープフタワ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 ープ。I don't want nobody, baby. はい、